はい暑い、もう皆さんこんにちは。 TZ48 こと桂田源太郎でございます。またもや暑、なんかねドタバタしてて遅刻しちゃった。なんかねもういやいや、なんかねあたふたしててん。いかがお過ごしでしょうか。今日も、ライブ配信させてもらいますよ。誰も見ていなくてもいい、もういい、もはやそれでも構わない。一人で喋、りながらあれこれ遊ぶのにゃっていう感じで、今日のタイトルが母の日なのにゃっていうタイトルですけども何のひねりもないタイトルですね。はい、ですね、まあね、一人や二人ぐらいちょっと視聴者さん寄ってきていただけるとありがたいんですけれども、まあぼちぼち始めていきましょうかね。今日ねちょっと必殺技持ってきたんですよ。これ見えるんかな、こうしたら。 Bluetooth キーボードっていうのがこっちにあるので、これで iPhone をコントロールある程度できるかなと思っていて、そうするといけるはずやねんけどな。うん、見れる見れるね。一視聴者って多分うちのスタッフやと思うんですけどね。ありがとうございますスタッフ、どんどん集まってきてくださいねって言っても、まあ接続されていなければ見れないので、語りかけてもちょっと無理なのかもしれないですけども、ぼちぼちやっていきますよ。はい、いかがお過ごしだったでしょうか。ゴールデンウィーク終わりましたよね。終わって、なおかつ、まだ、ステイホームの、月間というか、もうなんやろね、もう無期限やね、こうなってくるとね。家にいて、3密を避けてねっていう、雰囲気が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。これね、まあもうゴールデンウィークもなんかね、外にも出ずに、おとなしくしてたわけですけども、でもこれそれでもですよ、さりとてね、ゴールデンウィーク終わってね、5月7日8日ってだるかった。もう久しぶりに会社に行くんで、まあ、行き方忘れることはないですけども、2日間あたふたしておりましたが、そんな感じなんですけども、でまた2日これ休みがあって、あ、もう2日って言っても今日で終わりですけどね、休みがあって、明日からまた、月から金まで、まあ、通常の、サラリーマンの皆さんはそういうふうな勤務をされるんではないのかなというふうに思いますが、どうですか。はい、でね、でですよ、でね、母の日なんですよ今日はね。なので、遠くにね、お母様に元気だよって言って声かけてあげてもらえたら嬉しいなって思います。今でもね、ハイテクなパパママだったらね、LINE とか Zoom とかできるかもしれませんもんね。そしたら顔を見て、あ、視聴者が2人になった、誰だろう来てくださったのは。ちょっと そこまでちょっとね、チェックできないんですけども、どんどんコメントくださいね。どうなんかな、 Bluetooth キーボードで見てみようかな。あれ動かない、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、やっとるなって言ってコメントくれてますね。やっとります。あ、なんだろう、あ、3人に増えた、わあ、どんどん増えてきた、ありがとうございます。3人、お三人さん1人はうちのスタッフですけどもね、こんにちは。TZ48 こと桂田源太郎がバカ話を繰り広げながら、お届けしている、ライブ動画でございます。お付き合いいただければと思います。
この TZ を桂田源太郎ってどんな人間なのかって、まあまあね、ちょっと自己紹介しましょうか。まあまあでも改めて自己紹介するほどのことでもないんですけども、生まれつきですね、目が見えてないわけなんですよね。全く目が見えないんですが、そんな感じで、でも、さりとて愉快に暮らしておりますけれども。なので、このカメラの具合とかもわからないんですよ。うまいこと映ってるかなと思って、放置してるんですけど、前はね、横にあるね、僕から見て左側に、カメラには映らないと思うんですけども、コーヒーメーカーがあって、そのコーヒーメーカーの上にポイッと置いて、スタンド代わりにしてたんですけど、ちょっとそれじゃちょっと高さも足りないし、なんかね、斜めになったら天井ばっかり映してたよとかいうご感想、眩しくてしゃあなかったわとかいう感想をいただいたりとかしたので、三脚に固定してみました。いかがなものでしょうか。桂田源太郎本体の、出来栄えっていうのは、先週も申しましたけども、一週間経っておりますので、先週ご覧いただいた方、一週間分劣化しております、本体は。はい。ですが、カメラの角度とかどうですかねっていう感じなんですけどね。はい。ね。じゃあちょっと、ね、ちょっと、飲んでいい？飲むわね。飲まんとやってられへん。よっこいしょ。もう、喉乾くし。はい、またロング缶。出ました。ロング缶、ちょっと飲むわな。飲んで、飲みながら喋らんかった。ここに結構ね、家族いますので、邪魔に、まあ、ここも邪魔なんでしょうけどね、きっと。邪魔にならないように、キッチンの中で、まあ、そもそも、お料理しながらとかね、なんかそういう感じでお届けしようと思ってたので、キッチンがいいかなと思って最初キッチンで始めたんですけれども、ちょっと飲むわね。皆さんのお飲み物あれば乾杯！イエーイ！あ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい。TZ48 こと桂田源太郎がお送りしている、生まれつき全盲の桂田源太郎がお届けしているライブ動画ですよ。ご覧いただいてありがとうございます。ですね。うまい！もう、いつ飲んでもうまいがな、もう、ね。コロナウイルスがやってこようが、何が来ようが、うまいものはうまい。でね、あ、視聴者が4人に増えましたね。ありがとうございます。ですね、コメントとかもお寄せくださいね。時々チェックしますね。これ、今までだと、三脚に立ててる iPhone のところを触らなきゃいけなかったんですけど、これね、Bluetooth キーボードで。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。あ、こんにちはって言ってくださってます。ちょっとね、書き込むのご容赦くださいね。あ、ありがとうございます。カメラ。あー、ポテチ食いながら、飲みながらって書いてくれてますね。あ、ありがとうございます。仕事の間にちょっとだけ見てるでって言ってくださってますね。はい。ということで、じゃあ、今日はね、何をしようかなと思ってるんですけどもね、またもや、またもやね、楽器を置いてるんですね。で、油が跳ねないようにね、楽器置いたら油跳ねるよとか言われて、こっちキッチンでね、焼き台のとこで、いろいろ肉焼いたりしたんですよ。そしたら、キッチンにキーボード持ち込んだら油飛ぶんじゃねっていうコメントいただいたことがあったので、おつまみは後で後ほど出しますけれども、まあちょっと大したものじゃない乾き物と、ちょっと鍋の中に鶏肉を、最初軽く表面焼きまして、ガーリックと塩コショウで焼きまして、で、それを、なんかのレシピであって、ポン酢と水と同じ分量ずつ、2カップずつ入れましたけれども、それで煮込むんですよ。で、そして、しっかり煮込んで、食べましょうねっていうやつを、もう作り済みで置いてございます。
それを後で食してみようかななんて一人で思っていますけども、じゃあちょっと待ってくださいね。何人だ。あ、こんにちは、こんにちはって書いてくれて、あ、で仕事の間に、仕事の間にちょっとだけ見てるでっていう、僕の大親友がいるんですけれどもあんまり個人的なメッセージするとあれなんかな。じゃあ今日はね、メロディーの作り込み方っていうことで、メロディーを解体してみようっていうことで、また、簡単な、楽しい音楽講座をしようと思いますけれども、その前にじゃあ、初挑戦の歌をね、失敗しますよ確実に。これ見て、どこ置いた、どこ置いたかな、あ、こっちだ。ここにね、こんな機械があるんですけどね、映ってるかな、こういうなんかね、あのファミコンのコントローラーみたいなね、機械があるんです。これ実はあのブレールメモって言って、点字が出てくる、点字っていうのは、あの目が見えない人が、もう大概皆さん、ご存知でしょうけど、点字っていうもので、いろいろと一応ね、今日もうあの言わんつもりやったんですけどね、言いましょうね。台本書いてるんですよね。で、どんなこと喋るのかなとか、どんな風に展開していくのかなっていうのを一応箇条書きにしてたりして、じゃあはい何か分からへんね、一生懸命ちょっと読んでるんですけどな。よいしょ。じゃあはい、じゃあちょっとね、初挑戦の曲を言ってみましょうね。失敗、絶対に失敗しますけれども、あ、意外だなっていうことをやります。間違えた早速ね。不思議だね、二人でこうして会えたこと、そのために二人ここへ生まれてきたのかな、二人で、あ、ごめん、初めて二人で、二人だけで歩いた、その時多分僕は君を好きになったんだ、息を止めて難しいね、この歌。やめようか。最後まで歌おうかなと思ったんですけどね。難しいわ。練習しなかったら。ねえ。絶対歌いたかった歌だったんですけどね。妥協しちゃいましたね。2番覚えてなかったん。持っててんけどね。
もう残念だ。また練習しよう。ねえ、これね、もうちょっとキーもね、きっとね、上げなきゃなんですよね。うん、しんどかった。もうちょっと上げた方が、綺麗に歌えるっぽい気がした。うん、やってみて、わかった。ねえ、小田和正さんの、ウォーウォーっていう曲で、めっちゃいい曲なんですよね。これ大好きなんですけれども、ねえ、大好きだよっていう、なんか、あの、愛する人に送った曲ですよね。送ったというか、送るための曲というか。ねえ、やだなぁ、なんかしっかり歌いたかったなぁ、食い残りだ。ひょっとしたら最後にもう一回歌詞を読み込んで、なんかうだうだ飲みながらしてる間に、最後に歌うかもですけどもね。で、メロディーですよ。メロディーの分解方法ですよ。これもまあ、あのセンスだったり、いろいろするんですけども、うん、例えばね、ちょうどね、今日じゃなくて、明日お誕生日の人いてるんですけど、ハッピーバースデー to you, ハッピーバースデー to you, ハッピーバースデー dear da 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 ってあるでしょ。これ、この単純なメロディー、じゃあどう分解すんのって言ったら、多分ね、ダララ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 の手前で分けるんかなって思ってるんですよね。これ絶対、あの、音楽のごっつい知識のある人、いや、アホ、間違ったこと言うてんでっていう風になるかもですけども。ね。多分ね。あ、家事の合間にメッセージ送ってるよってくれてますね。ありがとうございます。なんか、平成生まれのお嬢さんがいらっしゃって、ファミコンって何って、ファミコンっていうのはね、おっちゃんたちが子供の頃に遊んだ、まあ今で言うプレステとか、Wii とかさ、みたいな感じね。それでいいかな。無理やり、うちの親友が無理やり褒めてくれてます。すごい、小田和正って言って。ありがとうございます。しっかり歌い込めるように、ね、これキーもうちょっと上げたいんですよね。本当は。はい。そんな感じで、ハッピーバースデーはね、だから、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。ここまでが一個のグループやと思うんですよ。これで、例えばメロディーに A、B、C とか振っていこうと思います。これが A ですよ。A メロとか言ったりするんですよね。で、ハッピーバースデー、ディアダーダー。ほら、景色変わるでしょ？ね、景色が変わるようなことになった時にメロディーの付け替えするんですよ、名前の。まあ、文章で言ったら起承転結みたいなもんですよね。だから、まあ、音楽で起承転結って言って、まあ、作品的にはね、詩の内容とかであったりとかはするんですけれども、メロディーの4分割ってまだ見たことないんですけども、あ、A、A' B、C とかやったら4つになるのかな。うん。でも A、B、C とかね。で、さっきの小田さんのウォーウォーは A、B なんですよね。不思議だね、繰り返すんですね。で、これが A パートですね。で、B が息を止めて君を見つめてる、ウォー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 。
と思ってるんですよ。ね、AB ですこれ。合ってるよな。ABC ちゃうよな。うん、AB、AB です。AB のはずなんですよ。これはね。で、さっき A ダッシュとかってへんてこなこと言いましたけれども、A ダッシュっていうのは何かっていうと、A に似た人なんですよ。例えば、簡単に言ったら、A、A ダッシュ、B の曲、簡単なんが、咲いた、咲いた、チューリップの花が、並んだ、並んだ、赤、白、黄色、この花見ても、綺麗だな、ってあるでしょ？これがね、A と A ダッシュなんですよ。A が、咲いた、咲いた、チューリップの花が、っていうのが A なんですよ。で、A に似たパートが次に出てくるんです。並んだ、並んだ、赤、白、黄色。で、A がね、ソミレ、ドレミレ、なんですけど、A ダッシュがソミレドレミド、ほらサビのね最後のとこだけ音が違うんですね。だから A と A ダッシュって分けてみたりします。でソソミソララソってどの花見ても綺麗だな、これは全く景色が違うので B っていう風に分けたりするんですね。これ A ダッシュ B っていうパターンです。でこれまたね、ちょっと変わったので、A 行って、A 行って、B 行って、また A に戻るやつってあるんですよ。ま、簡単に言ったら、カラス、なぜ泣くの？カラスは山に、かわいい七つの子があるからよ。これが A です。かわいい、かわいいとカラスは泣くの。かわいい、かわいいと泣くんだよ。で、これまた戻るんですよ、A に。山の古巣へ行ってみてごらん。さっきのね、カラスなぜ泣くのと同じメロディーでしょ。これ ABA っていうパターンなんですよ。いいですかね。もうこれなんかね、水を得た魚のように喋るでしょ。大好きなんですよ、こういう話するのが。こういう話と心理学とかね、倫理学、哲学、宇宙って何なんだろうとかね、正義って何って言って、じゃあ例えばね、こういうことで、こういうことで人、まああまり不適切かもしれないです、こういうことで人を殺めてしまった人がいますって、これは許せますか許せませんかとかね、なんか極論で話をリズムでガンガンやっていくとかね、そういうやつですね。そういうのとか、こういうなんか音楽の理屈をお話しするのとか得意なんで、そういうやつばっかりちょいちょいネタがないときはそういうやつばっかりぶっ込んでいくんで、こういう話ぶっ込まれたくなかったら、今後、リクエストとかくださいよ。こんなことしてとか、キッチンやねんから料理こんなん作りよとか。練習しときなさいって怒られた。でも時間ないねんもん。あ、そうなんや。おお、こう？後ろの食器棚扉が開いてるよって教えてくれた。あ、よう映ってんねんな。だからもうね、なんか綺麗にしとかなあかんすけどね。真ん中って教えてくれた。ん？なんでなんで？あ、ご子息が5月14日にお誕生日って。はーい。じゃあ、ね、近かったですよね。ハピーバースデーですよね。はーい。あ、増えてる。嬉しいな。
カラス、あ、お嬢さんがカラスの歌一緒に歌ってくれたって。ありがとうございます。あ、これいいな。やっぱりコメント見ながらさ、こうやって喋れるのいいよね。はい。よいしょ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 5月生まれ。Happy birthday to you. はい。ハッピーバースデー歌ってよって言ってくれたね。これもね、これももっとキー上げた方がいいんですよね。もうね、波長調しか弾けないねん。もう嫌いやねん、この黒鍵盤。この間、この間の、先週の番組でご説明しましたが、ドレミファソラシーっていう7つの音と、上の鍵盤が5つあって、7たす5で12音で、音階ってできてるんですよっていう、ご説明を、差し上げたんですけれども、その12音のうちのその5つのね、厄介者、この上のね、シャープとかフラットとかっていう名前がついてる鍵盤たちがね、もうどうも苦手で、苦手はね、克服すりゃいいんですけどね、うん、なかなかね苦手なんですよ。でね、あ、さっき ABA っていう話しましたよね。ABA っていう曲のパターンです。 ABA 言うたらなんか全然関係ないけど、 ABA 言う駅もありまんな。 ABA ねえ、どこら辺、北新地の隣らへんか。 ABA ちゃうかだっけか。まあそんな、まあそんなちょいちょい、あ、アホな話はいいとして、あ、どうも、また増えた、見てますよ、言ってくれてる、嬉しいな、ありがとうございます。はい、あ、で、ハッピーバースデーありがとうって、ハッピーバースデーの歌歌ったのありがとうって言ってくれてます。ね、で、 ABA っていうのがあれでしょ。例えばね、ね、 ABA 何があるかな。 ABAサンプルなんですよ。で、これでね、ABC っていうのもあるんですよ。ABA 今でしょ。C って新たなメロディーが出てきて、いわゆるね、サビっていうやつですね。で、ABA のやつっていうのはサンドイッチみたいになってるんで、あんま
サビって言うんかな、サビどうやろ、 ABA で最後の A をサビやとは言えへんでしょ多分ね。あのふっと真ん中盛り上げて、あー日本のどこかに私を待ってる人がいる、ヒュッと落としていい旅立ち。だからサビって多分 ABA のパターンでは言わないと思うんですよ、勝手に思っています。でサビっていうのがあるのが例えばね、あのちょっと弾けないですけどね、どうやろう、サビがあるのは、あ、AB のパターンの曲もサビって言うんですよね、さっきのウォーウォーとかでもね、うん、サビって言ったらバラードやし、あんなぐわー盛り上げへんけど、でもサビですよね、 B がサビというか。で、ABC の曲っていっぱいあると思うねんけど、ABC の曲っていっぱいあるんだけどな。だってだって、僕の背中は自分が思うより正直かい、でこれも B になって、あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、で次が C ですよサビですね。どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい、これが C ですね、サビ C ね、寂しいって覚えててくださいそんなことないな、もうこんなん全然授業じゃないよな。なんかね、別に専門家になろうと思ったわけじゃないんですけど、一応ね曲作ったりとかしたいなと思った時に、だから例えばそうね、この間昨日コメントで昨日前振りしてたんですよ、今日ライブやるよって言って、でそしたらコメントで歌ってくださいってなんかリクエストもらって、ちょっとまあ いや、例えばね、ちょっとコード間違えますけど、どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、ごめんね間違えない、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなく、これが A ですね。でがらくただったはずの今日が、二人なら宝物になる。これが B です。でサビですね。寂しくないですよ。これいい歌ですよ。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるか。君に笑っていて欲しくて、これちょっとコード当て方ちょっと勉強してなかったんですけど、ぶっつけでごめんなさいね。これが C です。
むせるわ。分かっていただける説明ができてるでしょうかね。ハタさんの歌い出しが A なんですね。で、ガラクタだったはずの今日がとかいうとこからが B なんですよ。で、で、そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。これがここら辺が C なんですよ。うわ、すごい増えてきてる。嬉しい、めっちゃ。えっとね、じゃあ、みんなで考えてみましょうか。みんなじゃあ、好きな曲を思い浮かべて、やってみてもらってもいいですよ。じゃあ、米津玄師さんのレモンは、どんな風に分割できますか？これ、もしここご視聴いただいてる方、今書いてくださってもいいですけども、例えば3つに分かれるとか簡単なんでもいいです。ここからがっていうの難しいと思うので、3つに分かれると思うとか、いや、2つだろうとかでも結構ですよ。1番を分割してみてくださいね。途中にね、別メロが出てきたりするやつとかあるんで、私、これ考えてみましたって、レモンだったらレモン、2つに分かれると思いますとか、3つに分かれると思いますとか、例えば、ね、パプリカでもいいですよ。何でもいいです。なんだ。マリーゴールドでもいいです。マリーゴールドどんな風に分かれるかな、考えてみてくださいよ。で、これちょっとしばらく、時間を置いてもらって、で、それからちょっと、まあもうほぼほぼだいぶ喋ったんですけどね、メロディーっていうのはそうやって景色が変わるときに変えるんですよ。ちょっと考えてみてくださいね。ご家族でいらっしゃる方はご家族のお好きな曲でもいいですよ。お嬢さん、息子さんいらっしゃる方コメントくださってますけども、息子さんとかお嬢さんが学校で習っている曲でもいいですよ。簡単な曲でもね、難しい曲でも理屈は一緒なんですよ。なので、ちょっと考えてみてもらいましょうか。ちょっとその間にちょっと食べ物食べていいですか？少しね。飲みながらね、食べながら喋りながらっていうのがね、下手くそなんですよ。ね、いつもね、だからこれ前も喋ったかもしれないですけど、ちょっと前まで、まあ、ここ最近ちょっとね、こういう、コロナの具合でなかなか活動できてないんですけど、ブラインドテニスって言って目が見えない人のテニスの、お手伝いというか役員やってたことがありましてね。で、その時にやっぱりなんか会議とか終わったら飲み会やるんですよ。打ち上げと称して。で、そこ行くと、とりあえずなんかね、全国で会長と言われる立場に私いさせてもらった期間が数年ありまして、で、その時になってやっぱりなんかみんな聞いてきはるわけですよ。いろいろこのブラインドテニスって今後どうすんのとか、まあまあルール的にこれはこう変えたらわとか、で、それにずーっと喋ってると食べれないんですよ。あ、喋りながら飲むぐらいはできるかな。喋りながら飲みます。で、今ここではしないですけど、愛煙家なのでタバコも吸います。この3つぐらいですね、できんので。そうしたら大体なんかその3000円ぽっきりなんたらコースとかいうやつやったら、大きな取り皿から取り分けてくれるわけじゃないですか、料理を。で、最後もはーいって、中締めしようかー言って終わるんで、そろそろっていう頃に4、5皿ね、もう最初のサラダとか刺身からとかね、まあちょいちょいつまみはしますけれども、もうほんまひどい時 4,5 皿とかね、小皿が並んでて、で、これって言って、これ、え、ひょっとして俺のんって言ったら、そうって言って、みんな分けてくれてんでって言ってつってね。だから喋りながら飲みながらが関の山ですね。食べる無理ですわ。はい。まあまあ、喋りながら食べるともごもごして喋れないというのもあるにはあるんですけどね。で、そんな感じなので曲考えといてくださいね。曲、頭に思い浮かべて、パプリカどうかなとか、うん、ワンピースの
テーマとかでもいいですよ、アニメでもいいですよ、何でもいいんで、曲一回心の中ででもいい、書くの恥ずかしかったら、書くの恥ずかしかったら書かなくても結構ですよ。ちょっと考えるトレーニングしてもらうと、音楽ね、ラジオからとかテレビから流れてる音楽聴いた時にね、あ、桂田がこの間言ってたことってこういうことかっていうのが、あ、なんか来た来た、増えてんな、なんなんやなんなんや、あ、レモンは4つって言ってくれてますけどね、ララ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 ラ、あ、ここを分けたんかな、これを二つに分けたかな、でララ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 ラ、これが三つ目かな。で、あの日の苦しみさえ、あらら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 、ここら辺を四つ目にしたんだろうか。あのね、解釈って難しいんですけども。A、A ダッシュに分けてくれたんかな、あの4つって言って書いてくださってる方がいますけれども、4つか3つなんですよね多分。うん、4つも正解ですよねこれね。例えば、あの日の苦しみさえ、ダララ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 、ダララ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 ラっていうの、これに似たもの同士やから、ここを C と C、 なんか C と C ダッシュとかにしたら5つになっちゃうんかな。あ、面白いね。俺もなんかね、しっかり考えたことがなくて、あ、面白いな。 A メロも A と A ダッシュになって、 C も C と C ダッシュになるのかな、ひょっとするとか、もう ABC で3つに分けるか、どっちかでしょうかね。か、気になるんだったら、A か C かどっちかを、ダッシュつけて、4つに分ける。これだから、正解というか、ちょっとごめんなさい。僕も、これが絶対に正解だって言えなくなってきた。レモン難しいね。確かにそうだ。うん。A、A ダッシュ、B、C、C ダッシュって分けたら、5つになっちゃうしね。はい。あ、でもありがとうございます。考えていただいて。ほんで、食べ物食べさせてって言って食べてないしな。ちょっと待って。ちょっと後ろ振り向いて、冷蔵庫の中ちょっと探検してきます。冷蔵庫探検！よいしょ。何かないかにゃ。お。かまぼこ発見。かまぼこなんですよ。はい、よっこいしょ。これちょっとちょいちょいつまみながらいこうかな。ね、そうか、小田さんの曲歌いたかったな、ちゃんと。なあ、残念だ。もうめっちゃ残念、悔しいな。結構 YouTube でね、今日10回ぐらい見てね、見たらね、なんかね、調子乗りやからね、できそうな気してくるんですよ。あ、これいけんちゃうんとか言って、ま、思いがちなんですけど、あかんかったな。やっぱね、日頃の練習が言いますわ、本当に。うん、ね、みんな難しい曲は、本当に。プロのミュージシャンの方はすごい。ね。よっこいしょ。で、はい。ということで、
TZ。 ね、な何のかまぼこって書いてくれてますけど、あのね、これまだこの前も何のかまぼこって聞かれて答えられへんかってんけど、要するにあのねコロナの、危機に際してというか、ほら、あの食品を売ってる、問屋さんというか業者さんが、食品ロスせえへんように詰め合わせにして売ってるんですよ。で詰め合わせで練り物詰め合わせみたいなやつで入ってたかまぼこを適当に1本取って、表示も見ずにあのサクサク薄切りにしてしまったので、ちょっと分かっていませんが、あの紛れもなくでも魚のすり身であることには間違いないね。かまぼこいいっすよ。かまぼこはほんまにね、お吸い物に入れたりとかしますしね、茶碗蒸しにも薄切りにして入れたりとか、万能ですよね、かまぼこ。あ、でも考えた人偉い。だからこういう食材をっていうことで、ですね、そうそう、 TZ48 こと、ただの全盲のおっさん桂田源太郎がお届けしているライブ動画ですよ。お楽しみいただいておりますでしょうか。ご参加いただき、ご視聴いただきありがとうございます。今日はなんか、メロディーの音楽のメロディーの分解方法みたいなお話を、させていただきながら、どんどんと時間が経過していっておりますが、ねえクローバー、今何時？11時22分。はい、約1時間ほど、1時間弱ですね。ちょっと10時半からって言ってたのに10時半ちょっと遅刻したんですよね。あのセッティングとかね、あーリハーサルもできひんわって、歌われへんしダメダメやとか言ってやってたんで、でもあと3、40分で終わりますんでね、もし余裕ある方は家事しながらちょいちょい横目で見ていただいてもいいですし、イヤホンはめてね、お聞き苦しくなければ声だけ聞いていただいてね、Bluetooth イヤホンとか、まあ普通のイヤホンでもいい、画面閉じといていただいても結構です。参加していることになるんで、減ると寂しいんで、バッテリーが持つ限りログインというかインしたままにしておいていただいて、横手にポイッと置いててもらってももう見てもらえてるんやなと思ってやりますんで、真剣に見たら家事ができひんやんけとかいう話じゃなく、もう家事とか、ね、お出かけとか、お出かけしていただいてもいいですよ。もうポケットの中でログインしたままでも結構です。12時ぐらいまでで終わりますので、もうしばらくお付き合いいただければいいかなというふうに思うんですけども、それでね、まあまあなんでこれ、まあ、TZ48 ってなんで自分のこと言い出したかという話を、ちょいちょい時々なんかしましょうね。まあもう知ってくださってる方も、これ TZO っていうただの全盲のおっさんっていうやつの頭文字なんですよ。で、自分が今48歳なんで48ってつけて、なんか AKB みたいでかっこいいんちゃうと思って、ちょっと自分なりに気に入っていまして、で今そうだな、これ本当に実現させるように持っていかなきゃなんですけども、目が見えない人が、まあ、関わることができる、目が見えない人の職域ってすごく狭くてっていう話を時々するんですけれども、まあ大体は昔、僕らが若い頃はもう大体マッサージをしなさいねというか、マッサージですよっていう話だったんですけれども、これマッサージね、あ、増えましたね、ありがとうございます、いらっしゃいませ。あ、会社の人や会社の人って元会社の一緒にお仕事させてもらった方ですね、ありがとうございます。TZ48 こと桂田源太郎がお届けしている、生ライブ配信でございます。よろしくお願いいたします。ですね、そうそれでね、目が見えない人の職域っていうのはマッサージがほぼほぼやったわけですよね。で、
それでものすごいちょっと努力したら学校の先生になれたりとか、あの弁護士さんもいらっしゃいますし、プログラマーの方とかね、いろんな方、あの芸能人の方もいらっしゃるんですけれども、それってほんまにその方角にね、ベクトルに向けてがっつりエネルギーを注入した人が言ってはるわけですよ。でもう概ねはもうなんかマッサージしようねっていう流れでしたね、昔は。僕らが学生の頃はまだ48よね。もう48とちゃうやんじゃない、9月になったら49になんねんけど、チーム名というかハンドルネームは48のままでいきます。あのありがとう、48とちゃうやんって突っ込んでくれてますけどもね。はい、でですね、そうそう、例えばね、マッサージがどうしてもこれ肌に合えへんとかね、肌に合わんくてもわがまま言うな言うてマッサージやったわけですよ。でまあまあね、それなりに努力とか方角をチロッと変えたら学校の先生がいらっしゃいます。で公務員で役所に勤めてる方もおられたりとか、うん、ね、プログラマーの方、弁護士さん、芸能界の方、ね、歌手やられたり落語化されたりとかね、あの漫談されたりとか、いろんな方いらっしゃるんですけれども、これね、と僕ら、まあ、目が見えなくても、まあ日々、まあ、自分たちレベルですけど、料理したり してるわけですよね。でだから目が見えない人がやってますっていう風に宣告した上で納得してくれるお客さんを集めれるような飲食店やりたいんですよ。でそれで、僕がそれ言い出して、で周りの方がもういろいろ、ここにあのこれ見てくださってる方も協力してくださってる方いっぱいいらっしゃるんですけれども、そうそう、そういう、僕が中心になってそういう活動をしたいなっていう風にして、そこの チーム名が TZ48 なんですよ。でなので僕が仮に49歳50歳になっても TZ48 っていうのは変えないです。ちゃんとやっとね、周りの人にいっぱい協力いただいて、郵便局ゆうちょで TZ48 っていう口座も作りましたし、でここで活動にかかる資金とか、クラファンとかやるときとかね、仮に皆さんにちょっとねえねえって寄付してとかって、クラファンうん、クラファンやるときとか、あ、面白い取り組みですねって言ってくださってもありがとうございます。褒められて伸びる猫っぽい桂田源太郎ですので、どんどん褒めつつ、褒めながら辛口の指摘をちょいちょいぶっこんでもらったら言うこと聞くと思うんですよ。なので応援いただければいいのかなというふうに思いますけれども、ね、で今日は メロディーの構造っていうことをお話ししていました。音楽のメロディーってどういう風になってるのかなって、これブレールメモっていうやつです、映るんかな、点字が出てくるやつで、ここに進行表みたいなものを、簡単なのを入れてて、点字で指で触って読んでいるので、目が見えない人あれですよ、これだからこういうこの機械とかこういうやつをこうね、下に下げて、下の方で裏側で読んでて、で裏側で読んでて原稿なしで喋ってる風にできちゃったりするんですね、これ指で触るんで。ね、そんな感じで何を喋ってることやら分からへんようになってきた。そうそう、今日はメロディーの作り方っていうのをどうしたらいいのかなっていうことで、皆さんにちょっと考えてもらって、レモン、米津玄師さんのレモンは4つに分かれるかなとか、5つに分かれるんかなとかいう風な話まで、行かせていただきました。でそんなことをしながら、
ちょい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 飲みながらさせてもらってるわけなんですけども、よいしょ。あ、そうそうそう、ごめんね講座作り大変やったねって言ってこう書いてくれてる方がいらっしゃるんですけど、コメントで、その方の、ご家族にというかご協力いただいて、なんせね、その銀行に口座作るのでももうちょっとなんとかしてくれたらいいんですけども、まあ多分ね、個人の口座作るのともっと簡単やったと思うんですけども、団体の口座っていう、まあまあ法人の口座みたいな感じですね、そういうのを作るのに書類がいっぱいいって、でそれを書いてもらわなあかんわけですよね。で僕全盲なので書けないから、今あの口座作り大変やったねって書いてくださってる方の、ご家族の方に手伝ってもらって書類をいっぱい書いてもらって、再提出させしろとか言われて、何回かね一緒に郵便局行ってもらって、ありがとうございます、無事に、うん、口座作りができました。はい、そうそう、口座作り良かったねって、そうそう、口座作り良かったねって書いてくださってますけども、この方もその口座作る時にね、代表というか、口座なんだろう、 TZ48 っていう名前で、桂田源太郎っていう口座じゃなくて TZ48 っていう名前で口座作ったんで、その TZ48 って何者やねんっていう、まあ法人とか会社でいうところの定款みたいなものを出さなあかんんですよ。でその時にお名前貸してくださって、役員名簿とか出さなきゃいけないので、そうそう、そうやってお力添えいただいて、やっと口座ができたので、ここにまあ私も資金を貯めていきますし、皆さんにちょっとちょいちょいイベントなんか立てて、ちょっとね、ひょっとしたらその寄付金一口おいくらよりっていうので、ご参加のご参加料を受けたまわって、でそれを将来の運営資金にさせてもらうとか、そういう活動がこれから展開できそうなんですけどもね、そんな感じです。はい、そういう将来の夢のこともちょいちょい語っていきたいなっていうふうに思ったりしますけどもね。なんかね、飲食やろうと思ったらなんか衛生管理責任者、じゃあ管理者ないけ、保険衛生管理者ちゃう、ないけな、ちょっと名前ちょっとパッと出てけへんけど、なんかまあ1日講座受けたら取れるらしいんですけど、でそれも取らなきゃいけないんですけど、多分ね、それも目が見えない僕が一人で行ったら、そういう展示の資料とか絶対ないはずなんで誰か目が見える人と一緒に来てくださいって言われると思うんですけど、まあちょっとそうね、多分もう今こういうコロナウイルスのね、時期なので人を集めてやる受講講座っていうのはないと思うんですけども、そういうのが開講したらね、いずれの日にか近々そういう、飲食を、食物を食品を取り扱ってもいいよっていう許可証みたいなものを、僕だったら神戸市で発行してもらわなあかんのかな、神戸市内で受けれるところで受けなきゃだとは、受けなきゃねとは思ってるんですけども、まあ、講座ができたんで次は僕それをするのが僕ができる活動かなっていうふうに思ってます。まあ、ちょいちょいね、近況報告、 TZ48 っていうチームがどこに流れていってるかっていう近況もこちらの方でお届けしたいなっていうふうに思ったりします。うまい皆さんも何かお飲み物あれば飲んでくださいね。ねえクローバー、今何時？11時34分です。はい11時34分って言ってますんで、本当にもうあと30分弱ぐらいでいつまで喋んねんっていう話でしょうけど、あと30分弱ぐらいで、失礼するかなっていうふうに思うんですけれども、本当にたくさんの方に、今日なんか本当にたくさんだ、すごい嬉しい。あ、そうそうそう、ありがとうございます。
私も講座開設したことあります、大変ですよねって、そうですね、ありがとうございますね。あのやっぱりなんかね、あの銀行とか、まあ、郵便局にしても、これ郵便局よりね、もっとね、あの都市銀行の方が大変らしいですよ、作るの。あのもう本当にあの振り込め詐欺とかいろいろあるから、そういうなんか会社名というかグループ名で口座作るのってもうほぼほぼ難しいらしいですね。なのでまあ郵便局ゆうちょでできてよかったんかなっていうふうには思うんですけども、ね、じゃあどうしようかな。全然なんかもうメロディーの話、メロディーいいですかね。途中から見てくださってた方、メロディーを分割しましょうっていうお話してたんで、さらっとおさらいしますね。メロディー、曲のメロディーがあります、これを分割しましょうっていう話です。で、例えば簡単に言うと、なんだろう、簡単に言うと、咲いた、あ、電源入ってない、びっくりした今、音出えへんかった。鍵盤の電源入ってなかった、やった今、びっくりした。はい、咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ赤白黄色、これが一ブロックですって。あ、ちょっとこれ A' とかなったりするんですけど、まあこれとりあえずもう A でいいです。で、景色が変わるんですね、メロディーの。今まで咲いた咲いたでしょ。で、どの花見ても綺麗だな。これが B パートです。こういう風にメロディーを景色が変わったなっていうところで区切っていこうねっていうお話をしたんですよ。で、それで A、B っていうパート2つに分かれる曲と、A, B, A っていう、また A に戻ってくるような曲もあるんだよって言って。A, B, A のサンプルで一番簡単なのが、カラス、なぜ泣くの、カラスが山に、かわいい七つの子があるからよ。これが A です。かわいい、かわいいと、また戻ります。山の古巣へ行ってみてごらん、丸い目をしたいい子だよ。こうね、 A で B があって A なんですよ。でそういう曲がね、こういう風にABA だったり AB で終わったりとか ABA になったりで、さらに進化してくると ABC になったりして、するのが、ABC はちょっと、パッと、あ、こんにちは、同様で、同様みたいな簡単なんでできないんで、ちょっと思いつかなかったんで、ABC だったら、僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。旅立つ僕のためにって、これが A ですね。で、真ん中が、あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、これが B ですね。で、だんだん、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、これが C です。これで ABC って分かれる曲もあるよっていう話をしてました。で、みんなになんか自分で思いついた曲で曲を頭の中で分割して何個に分かれるかなってちょっと考えてみてくださいよっていう風な、宿題じゃないですけども出して、そしたらそういう人のところで米津玄師さんのレモンはいくつに分かれるんだっていうなんか問題提起をいただいて、4つかもよとかで、僕がそれに対して、いやいや4つだと言うんだったら5つに分かれる可能性もあるよねとかいう話をして、ちょっと結構ディープな話で、展開していました。
あ、 ありがとうございます。多趣味な、多趣味だねって書いてくれてて、多趣味、うん、そうですね、多趣味というか、そうね、音楽と、あの何、哲学的にグズグズ言うことと、陶芸が大好きなことと、本当はね、だからね、これね、あの多趣味ですねって書いてくださってる方、一緒にブラインドテニスやってるんですけども、本当は球技苦手なんですよね。なんだけども、なんかあの人と一緒にガチャガチャやるのが好きなので、たまたま、ブラインドテニスっていう日本生まれのスポーツと出会わせてもらって、でそこであの活動を なんやかんやと続けていてお前やめてまえって言ってもらえないというか、あの皆さんが温かく理解してくれてるので、ずっとあの本当テニスとか下手くそなんですけどもね、あの役員というか、ちょっとあのちょいちょい動かせてもらったりとか、する立場で、活動させてもらったりしています。ね、本当に喋ると飲んだり食べたりはできひんねん。ね、どうしようかな。あ、お昼ご飯おそうめん召し上がられるんですか。いいですね。ねえクローバー、今何時？11時42分です。はい、11時42分まで来ましたよ。すみませんね、本当にお付き合いいただいて。何しようかな。もうメロディーの説明したしね。じゃあもうこれちょっともう一回失敗したらもう諦めようかね。さっき初挑戦で歌って失敗したのを締めにもう一回やってみようかなと思います。不思議だね、二人でこうして出会えたこと、そのために二人ここへ生まれてきたのかな。初めて確かなことなど
難しいね。なんかね、頑張るわ。でもなんかちょっとね、ちょっと最初にやった時より、ちょっとね、光が見えてきた。もうちょっとね、歌詞をコンクリートすることと、あ、ありがとうございます。弾き語りできる人ってどんなお味噌してんのって。つるんつるんです。弾き語りできるけど、弾き語りもどきなんで、はい。出た。ねえ、クローバー。今何時？はい、11時48分までこぎつけました。これごめんね、目が見えてる方、普通の方見られてたらあれなんです、なんですけども、スマホとか、まあでも腕時計とか持ってればいいんですけど、僕腕時計つけてないんで、もうスマホの表示で、表示を、画面を触ったら音声で呼んでくれるようなソフトがあるので、でそれで時間やってるんですけども、今ちょっとこれご存知のようにというか、スマホを三脚に固定して、今このライブ配信をしていますので、おいそれとスマホが触れないので、我が家の AI スピーカーにタイムキープを今何時って聞いて、答えてもらいながら、だいたい12時に終われるようにっていう風に調節しています。はい。そんな感じで、目が見えなくてもいろんなことを工夫すればできる入り口って、いろんなことできる入り口ってあるんだよっていうことをもお伝えできるチャンネルにしていきたいな。本当はコロナのね、騒動が収束したら、ね、なんか目が見える人が見てたら危なっかしいらしいですけども、僕が歩いてるところをなんだろう、カメラを持って、街中に出て行ってっていうのもライブ配信でやってみようかなって。まあでも誰かスタッフいてくれた方がいいかな。ひょっとしたらね、今こんな時代ですからね、他の人映してしまってても僕わからないのでね、後でね、流れてしまってから、この人の顔出てたやんとかいう話でいろいろとあるとまずいので誰かスタッフって、なんかカメラマンを準備して、歩くね、目が見えない人どういう風に歩いてるんかなとかいうのもお届けできたらなっていう風に思ったりもします。はい、本当にたくさんの方に集まっていただいて、今日なんか一番なんかね、いっぱい人来てくださってるんですよ。あ、ありがとうございます。私スタッフや、うわ嬉しい、私スタッフやるよって、カメラマン、あ、GoPro ね。カメラね、GoPro。面白いよね。そうそう、GoPro つけたら、あれかもしれへんね。ヘッドマウントディスプレイみたいな感じやったっけな、GoPro って。今も360度撮れるやつとかあるもんね。あ、お疲れって言ってくれてます。ありがとう、お疲れ様。ようこそいらっしゃいました。あ、さっきね。ごめんね、遡ってるんですコメント時計持ってないねんって言ったら、アップルウォッチがいいよって言ってくださってます。ありがとうございます。スタッフやるよって、素敵な、この方ね、言っていい、女の子なんですけどね、名前、ハンドルネーム見たら大体わかるかなって思うんですけど、素敵な、素敵な元気なお姉さんなんですけども、スタッフやるよって言ってくださってますんで、カメラマンやってもらって、ここからとか、ね、神戸市内、三宮の方に、ね、電車に乗って行く風景とかね、撮ってもらってもいいかもしれないですね。なんやかんやしてたら、ビールビールと言っても発泡酒なんですけど、ビール1個しか飲めてないんで、いつもね、恒例なんですけど、この1時間半のライブ配信で2本飲む約束になってるんですよ。契約書にそう書かれてる、2本飲めってそんなことないですけどね。で、ちょっともう1本だけ、全部は飲みきらないんですけど、開けさせてもらうのと、で、このライブ配信始める前に、
ちょっと仕込んだ、鶏の煮込み物があるんですけど、それをちょっと食して食レポをしつつ、皆さんとお別れさせてもらってもいいかなというふうに思うんですけども、 いいかな言うてあかん言われてもこっちで勝手に進行するからね。これね、カシャって開けて、あ、これ去年じゃない、先週も聞いてんけど、このカシャってやってほらちぎらないで済む蓋あるじゃん、わかります？プルトップをクシュってやって無ぎゅって昔ちぎってたじゃん、あれ無ぎゅってしなくていいのになったのっていつぐらいですかね。また皆さん、だいたいこんな時期ちゃうって、1900何年代ちゃうとかいうのが、私が学生の頃にとか、そういうあのこの缶に無ぎゅってプチってちぎらなくていい缶になった、年代どこら辺かなって、平成の何年ぐらいとか、ほら1900何年ぐらいと違うとかいうの、ちょっとこの間もね、まあ調べりゃわかるんでしょうけど、そういう話してたんですよ。で、またよろしければお教えいただけると嬉しいと思います。俺が高校の頃はまだ麦プチってんくしゅっくしゅってやるちぎるやつやったと思うねんけどな。って言いながらね、クローバー今何時？11時54分です。あと5分ほどだ。ちょっと鶏の煮込みちょっと食レポしよう。よいしょ。こっちにね、カメラで映れへんやろね、正面にしか。やっぱこういうのマナーだからな、本当に。なんかカメラ撮ってくれる人がいてると、あの焼き台というグリルの方に僕が移動した時に、あ、この人が今グリルのとこで何をしてるかとかいうのをカメラで撮ってもらえるんでしょうけど、それがダメなんだな。はい、もうちょっと鶏の煮込み、温め直してる時間がないので、ちょっと火を切ってたからね、ちょっとね、ライブ動画やってる時に火事起こしたらね、大変ですからね。火事の生中継やってもしゃあないですからね。はい、なのでちょっと冷めてますけども食レポしたいと思います。どうかしちゃったね、鶏大天。最初炒めて、ガーリック、ニンニクのすりおろしと一緒に炒めて、でその後にポン酢とお水を同量ずつ入れるっていう、なんかね、どっかでレシピ見たことあんねんか。でそれで、煮込みにしてみました。で、うん、うまいな。ね、うん、でもよし、後でもらおうこれ全部食べてたら時間ないので、うん、はい。でもね、桂田源太郎のね、うまいっていうのはね、あの、いや俺はうまいと思ってんのよ。でもあんまり当てにしたらあかんね。あの、結構何でも好き嫌いもないし、バカバカ食べてしまうので、あの、俺のうまいほど当てにならんもんはないっすね。でもうまいものはうまい。ビールもね、おいしい。はい、で最後にちょっとよいしょ、うん、食べたくうん、金麦じゃなくなってるやんとか、うまくなる、うまく、うまいと感じる、あの、食レポをお願いしますとか、トゥギャザーしましょうとか書いてくださってますけども、ありがとうございます。金麦じゃなくなってるのは、コンビニで、
これ買い物の、ね、話もしたいなと思うんですけどね。また買い物ね、あの人に頼むんですよ。目が見えてる店員さんにね、これ取ってきてとか頼むんやけど、もうなんかね、店員さんが忙しそうやったりとかしたら、自分でもうある程度聞くんですよ。聞いといて、事前に、え、何、まあ言うたら僕もう発泡酒しか買わないんで、発泡酒の棚ってどこって教えてもらって、まあ後で配置変えられたら困りますよ。でも発泡酒の棚を教えといてもらったら、そこを取りに行けるじゃないですか。でランダムにボンボン取って、例えば5本とか6本とかって言って買うので、あの金麦じゃなくなってるんです。今銘柄が違うやつを今持ってるんですよね。そういう諸事情でございます。あの統一できるやつは統一したんですけど、あのいちいちあの同じ列からとか取らなかったんですよ、多分昨日は。なんかあのこう斜めになっててな、こうシュッとやったらさ、一本取ったらガラガラって降りてくるやんか、降りてくるやんかっていうか、でそこだから、ありがとうございます、元気そうでよかったって言ってくださってありがとうございます。元気ですよ。いつも見てくださってありがとうございます。見てくださってね、キーボード弾きながら、お料理したら油跳ねるよって言ってくださった方が今コメントくださってるんです。はい。なので、今日はキーボードを弾く前に、油の飛ばないようなお料理を仕込んでおいて、今おつまみにしています。ご安心ください。ありがとうございます。はい。そんな感じでね、金麦じゃなくなった諸事情を説明差し上げて、ねえクローバー、今何時？ああ、だ12時や。今我が家の家計時計がメロディーを刻んだので12時になりました。はい。ちょっと遅刻したので、ちょっと数分ぐらいは猶予あるんですけれども、お別れにしましょうか。本当になんかいっぱい今日は過去最大だと思います。本当にたくさんの人に見ていただいて本当にありがとうございます。コメントもこうやって、うん、コンビニはね、配列、変わったりするのね。うん、そうそう、お昼だよミッキー、ありがとう。お腹空いてきた、鶏の煮込み味見します。お宅のお料理、お宅で今作ってる料理の味見しますっていう話なんかな。うん、味見しますとか、なんかお腹空いてきたっていうコメントくださってますので、お別れにしたいと思います。また見てくださいね。本当にありがとうございました。今日も楽しく過ごせました。小田さんのウォウウォウが上手に歌えなかったことだけが食い残りです。もうすべて自分のぶっつけのね、なせる技というか練習不足が、なせる技でございましたが、そんな感じで、お届けしてまいりました。TZ48 がお届けした、ライブ配信、以上で、お別れにしたいと思います。ちょっと待ってね、これん、はい、では、お相手は TZ48 こと桂田源太郎でした。本当に今日はたくさん見ていただいてありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。ではまた来週よろしければ、お越しください。ウェルカムでございます。ありがとうございました。バイバイ。